おはようございます。5月27日金曜日の東京インフォメーションです。東京都は母性健康管理措置促進事業奨励金の今年度の募集を受け付けています。妊娠中の女性労働者にかかる母性健康管理措置促進事業奨励金は、新型コロナウイルス感染症への感染の不安を抱える妊娠中の女性労働者が安心して出産に臨めるよう、母性健康管理措置として休業が必要とされた人が取得できる休暇制度の整備を奨励金の支給によって後押しする事業です。対象は国の助成金、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金、または両立支援等助成金の支給決定を受けた都内の中小企業などです。奨励金支給の要件には、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給の休暇制度を就業規則に規定すること、労働基準監督署に届け出ることが必要で、厚生労働省の助成金支給決定後に新たに規定したことが条件になります。今年度の奨励金の支給額は1社当たり10万円で、申請は1事業者につき1回までです。申請は郵送のみで、申し込み受付期間は来年の3月31日金曜日までです。詳しくは東京仕事財団のホームページをご覧ください。東京の伝統工芸品を隔週で紹介する特別企画、職人の息吹。今回は紙を溶かす柘植櫛です。髪を美しく整えるだけでなく、ツヤと潤いも与えてくれる柘植櫛。女性の髪型が多様化した江戸時代に生まれ、相撲や古典芸能の世界においても欠かせない道具として重宝されてきました。その繊細な技巧からは、職人たちの息遣いが聞こえてきます。柘植櫛専門の工房として創業300年以上の歴史を持つ与野家櫛穂。この工房で伝統を今に伝えるのが、店主の櫛職人斉藤さん。櫛自体に関しては普通に使っていただければ代々使っていただける。やっぱり脈々と来てるうちの先代たちの品物を、変な言い方、怪我しちゃいけないんで、そのプレッシャーを感じながら大体仕事してます。程よい硬さと弾力を持つ柘の木から作られた櫛は、職人の手で整えられることによって紙通り滑らかに仕上がります。引いて削ってないんですよ、押して削ってるので。だからこの押した時の力加減だったり、そういうものの難しさっていうのがある。擦りすぎちゃうっていうのが一番、尖っちゃうし、鋭利になっちゃうんで、それだけ気をつけて。紙やすりでは目に見えない細かな傷がついてしまうため、特砂という表面がザラザラした植物を乾燥させ、道具に巻きつけて使用。出来上がった櫛は頭皮への当たりが優しく仕上がります。その後、椿油に1週間ほど漬け込むと、木目が美しく櫛通りも滑らかなものになるのです。工芸品のようにこうイメージをお持ちの方多いと思うんですけど、やっぱり日本人の文化とすると、櫛を通すっていうことをやっぱりその日々の生活の中に使っていただけたらいいなっていうのが思ってますね。古来からの知恵が詰まった柘植櫛、そこには職人の息吹が感じられます。都庁第一本庁舎内にある都内62の区市町村の特産品を扱う東京ギフツ62。
このギフトショップでも告げ串を取り扱っています。はい、髪をいたわってくれる告げ串、私も使ってみたいと思いました。ここまで東京インフォメーションでした。